こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ポケモンのチェンジングフィギュアです。それでは見ていきましょう。ということで、こちら韓国で買ってきたんですけれども、もともとは確か中国で発売されてるやつを韓国がこう輸入して発売したみたいな感じだったかとね思います。それでは見ていきましょう。で、ちょっと箱ね、はい、このイーブイのやつから見ていきましょう。こんな感じになっております。横ラインナップね、分かれてあります。8種類はい、反対側ステータスですね。はい、で上で後ろ、こんな感じで変形させてモンスターボールの中に入れることができるよってやつですね。で、あとスタジアムもなんか紙で入ってるみたいです。で、裏こんな感じになっていて、はい、ポケモンのね承認ステッカーしっかりライセンス取ってますよっていうのが貼られてあります。はい、それでは早速開けていきましょう。中身を取り出すと、ポケモンと説明書とモンスターボールと、あとこれが台紙ですね。で、こんな感じになっていて、裏面が、はい、こういうスタジアムね、みたいになっております。はい。で、ちょっと説明書を見てみましょう。説明書が開くと、こんな感じになっていて、はい。カラーでね、めちゃくちゃ見やすく、ね、変形のさせ方が書かれてあります。それでは、図鑑ナンバーが若い順に見ていきましょう。ということで、まずはこちら不思議花図鑑ナンバー3から見ていきましょう。で、はい、こちらが、はい、韓国名ですね。不思議花は韓国ではイサンエコっていう名前らしいです。奇妙な花っていうね意味なので、まあ大体一緒ですよね。うん、ということで不思議花見ていきましょう。こんな感じになっております。しっかりとね不思議花のフォルムになってますね。どこかおかしいところとかないですよね。まあ若干ここになんかねレールがあるなぐらいですよね。はい、っていう感じで、うん、しっかりできてると思います。色分けとか、このパーツのね色分けとか、あとこの塗装とかもしっかりねいろんな色でされてるので、もうめちゃくちゃ不思議花っていう感じがしますね。特に口が開いたりとかはないですね。はい、それではこの不思議花を変形させてこのモンスターボールに入れていきましょう。まずはこの足を全部、はい、こうやって内側に畳みます。顔も、はい、こんな感じで、はい、こうなります。そしたらこのラフレシアみたいなこの部分、これを外してこっちお腹の方に持ってきてあげると、はい、こうやってね、はい、そうするとまん丸になるので、これをこのモンスターボール、このモンスターボールね、ここ押すとねパカッて開く、いいんですよね、簡単で。はい、ここに無理やり詰め込むよっていうおもちゃですこれいやーでも不思議花はね、めちゃくちゃまとまりがいいですね。あ、かわいいこれ。柏餅みたいですね。はい、こんな感じで、しっかりと収まる。もうポケモンみんなこんな感じで収まってるんですかね。無理やり。でも、なんか、モンスターボールの中はめちゃくちゃ快適な空間っていうね、感じだった気もするんですけど。はい、次は、リザードン見ていきましょう。リザードン図鑑ナンバー6ですね。はい、こちら。韓国語だと、リジャモンですね。リジャモン、はい、見ていきましょう。まあ、ちょっと多分変形の都合上、この羽がめっちゃねこうまん丸になってるっていうところはありますけれどもね。はい、この尻尾の炎とかも再現されてますね。はい、このリザードンのこのお腹のまん丸さとかね、いいですね。こんな感じになっております。目がちょっとどこ向いてるかわかんないですけど、はい、しっかりと牙もあったりして、まあしっかりとリザードンっていう見た目してますよね。この翼の内側もね塗られてたりとか。はい、それではこのリザードンもこちらのモンスターボールに入れていきたいと思います。それでは行きましょう。まずはこの足をこのように、はい、上に持っていきます。はい、でこの腕こうやって曲げます。はい、こんな感じで沿わせる体に。はい、でそしたらここ背中の部分パカッと、開けてあげて、はい、この隙間にこの頭をこのような感じで、
はい、収納してあげると。で、はい、これちょっとね、はい、こうやって入れると。で、尻尾をこのようにやるとちょっとね、まん丸くなります。で、最後この、はい、あ、こうか、足こうですね、こっち向きですね、はい。で、この突起があるので、これをこの体の穴に入れてあげると。はい、こうですね、反対側もこれを入れてあげましょう。はい、こんな感じで入れてあげて、はい、この足がこうぴったりここなんか丸っと重なるのなんか気持ちいいですね。はい、で、そしたら、はい、戻れリザードンということで、これで、はい、しっかりとリザードンモンスターボールに入れることができます。リザードンめっちゃまん丸になって、これすごいですよね。うん、素晴らしい。はい、それでは次、図鑑ナンバー9、カメックスいきましょう。カメックスの、韓国語名はコブガンですね。コブガンです。はい、こんな感じになっております。それでは、このカメックスね、ちょっと見ていきましょう。こんな感じになってて、甲羅がまん丸ですね。まあ、なんですけど、カメックスね、あのクオリティ高いですよね。うん、なんか全然違和感ない。で、まあ、若干気になるところとしては、これピンがちょっと黄色になってるっていうところ、こういうね、あの部分とかが、うん、っていうところ以外は、はい、しっかりカメックスですね。はい、それではカメックスも変形させていきましょう。まずは、ここバカッとね、はい、甲羅外してあげます。するとこう空間がね現れるんで、この頭をこうやって、はい、この空間の中に入れてあげると。で、ここのハイドロポンプ出すところは、はい、しまうと。ちなみに皆さん、ハイドロポンプはどうやって訳しますか？僕はドロポン派です。で、この足をこうやってね、はい、こうやって甲羅の中に入れると。で、そのままこうやって閉じる。はい、いや、素晴らしいね。こうやってね、カメックスの高速スピンとかの時とかにね、もうできるっていうね。はい、で、手はこう添える。で、尻尾はくるっと回転させてこう沿わせると。はいね、すごいよねこれ。じゃあカメックスもモンスターボールに入れましょう。戻れカメックス。はい、ということで、はい、しっかりとね、はい、モンスターボールに入りました。それでは次、こちら図鑑ナンバー25、ピカチュウいきましょう。ピカチュウは、はい、こちらピカチュウは韓国でもピカチュウですね。ピカチュウです。はい、ピカチュウはどこの国でもピカチュウですからね。はい、それではこのピカチュウ見ていきましょう。はい、しっかりとこの茶色い模様とかね、描かれてます。うん、かわいい。ピカチュウね、どこもおかしいところないですよね。うん、こういうヒンジがある以外はね。うん、それではこのピカチュウもモンスターボールに入れていきましょう。まずはここの体を真っ二つに割って、頭もかち割ります。で、そしたらこの耳を頭の中に収納してあげると。はい、で、これでまあ耳なしピカチュウがね、出来上がるんですけれども、この耳なし状態でこの体の中に若干こう入れてあげると。で、この腕でこの頭を、こうやって無理やりね固定して、動かないようにね、はい、固定してあげます。はい、こんな感じです。で、あ、で、この時に足もこうやって一緒に入れてあげるんだ。こんな感じで、はい、入れてあげて、で、この腕で頭を無理やりこう押さえつけると。で、そしたらこの尻尾を下にやって、で、このまま、はい、上にへばりつかせてあげると、はい、これでピカチュウが、ちょっと丸に近い形になるというね。ということで、いけ戻れピカチュウということで、これを、はい、戻りましたねちょっと強引だねこれは。こうちょっとね、隙間とかあるしね、ちょっと強引だけど、はいね、まあ、しっかりとこのモンスターボールの中には入りますよっていう感じですね。はい、いや、でもモンスターボールのね、こうなんか重みとかもうね、伝わっていいですね。はい、それでは次はこちら、
コダックいきましょう。図鑑ナンバー54コダックです、コダックの韓国語名はこれですね。コラパドですね。コラパド、はい、っていう感じになってます。コラパっていうのが韓国語で頭痛、なんか頭が痛い、コラパの意味で、ダックはダックですね、アヒルということは頭が痛いアヒルっていう意味らしいですね。ということで見ていきましょう雪だるまみたいになってますね、めっちゃまん丸、はい、こんな感じになってると。いやでもしっかりね、こう3本の毛とかも、ね、再現されてて可愛いですね。でこうやってこうね、霞のコダックみたいにこう頭を抱えるポーズとかもね、させることができます。じゃあこれもモンスターボールに戻していきましょう。まずは、ここ頭を、割ってあげて、この体も、はい、割ってあげます。はい、こんな感じになりますね。でそしたらこのくちばしをうまいことをこうやってね、はい、頭の中に、収納してあげますと。こんな感じでね、はい、くちばしなしコダックになりました。でこのくちばしなしコダックをこの体の中にさらに収納すると。そうすると首なしコダックが出来上がりますと、はい、でこの体密着させて足はね後ろにこう持っていってあげると、これで、はい、まん丸、もう何もなしになるので、はい、入れていきましょう。これがね収まるのか、はい、こんな感じでやってあげて、でそのまま閉じてあげると、あらちょっとあれかな、この腕とかね微調整してあげて、これで、はい、いけましたね。はい、これでコダックがしっかりモンスターボールに入ることができました。まあね、ちょっとこう足とかは出ちゃってはいますけれども、しっかり入るっちゃ入るのでね、はい、 OK ですね。はい、じゃあ次こちらいきましょう。図鑑ナンバー130ギャラドスですね。はい、こちらギャラドスは韓国でもギャラドスっていう名前ですね。ギャラドス、はい、です。それではね、見ていきましょう。ギャラドスすごいですよね。あのこれすごくて、ギャラドス立たないんですけど、これをなんかスタンドみたいなの出してあげると自立できるようになるっていう配慮がされてます。ありがたい、はいね、この模様とかこのヒレとかね、はい、ちゃんと再現されてるっていう、この長さとかもいいですよね、うん、素晴らしい。この顔のね造形もさ、めちゃくちゃ立体感もあるしかっこいいですよね、うん、これ尻尾おひれ、うん、とかもね。それではこのギャラドスはこちらスーパーボールに戻していきましょう。ギャラドスはねスーパーボールなんですよね。でスーパーボール特にこの立体感とかはなくて、この塗装でこの赤いラインが入れられてるっていう感じですね。それでは変形させていきましょう。この個人的にギャラドスの変形一番好きなんですけど、ここのヒレというかこの、尻尾を真っ二つに割りまして、はい、割りました。そしたらこのヒレに突起ついてます。この突起をここの、はい、穴に差し込んで固定してあげます。こんな感じで、はい、固定してあげると。でそしたら次は、はい、このヒレをこうやって戻してあげると中に、ね、収納します。で頭を外してあげて、はい、こんな感じで、あ、そういえば稼働するんですよね、ここが、はい、変形の都合もあるんですけど、はい、でこの頭はこうやって上にね持ってってあげて、このヒンジでね、はい、でここの部分体を固定してあげる、はい、こんな感じですごいですよね、なんかドーナツみたいになるっていう。でそしたらこの上の体と下の体をこの突起でこうやってくっつけてあげると、はい、こんな感じでくっつけてあげます。あ、これもね収納できます。でくっつけてあげたら、はい、これでギャラドスをしまえる状態になりましたね。それでは戻るのかやっていきましょう。戻れギャラドス、はい、はい、いや素晴らしい。このギャラドス、ここまでまとめられてるのすごくないですか。え、すごいですよね。絶対本物だったらありえない形になってますけど、はい、
こんな感じでね、はい、入れることができるっていう感じです。はい、それでは次、こちら図鑑ナンバー133 EV ですね。で EV は、はい、こちら韓国語で EV ですね。はい、ほぼ一緒です。それでは見ていきましょう。 EV こんな感じの見た目になっております。あ、このね、ほわほわのさ、もふもふのこの首元とかさ、ここの尻尾の先のこの部分、しっかりと別パーツでこう作られてるのいいですね。はい、でしっかりと EV のね造形、あー、このね足とかいいですね。 EV、 あー、やば、肉球がある、はい、素晴らしい。いやー、これちょっと V 図出してほしいですね、他のね。ということでこの EV もこちらのモンスターボールに入れていきましょう。 EV はまず耳を折り曲げて上げて、はい、こんな感じにしますでそしたら足を外側に折り曲げてあげて、でこの体をこっち向きに、はい、折り曲げて、でこの尻尾を一回転させて、で、あ、これをこのまま、あれ確か、あ、こうだこうだ、体をすごい方向に折り曲げてあげて、でこの尻尾をこう顔にくっつけてあげます。はい、これで EV ね、はい、完成ですね。それでは戻していきましょう。戻れ EV。 はい、これで、はい、しっかりとねモンスターボールに入ります。素晴らしいですちょっと無理やりかな、これもね、ちょっと、はい、でもしっかりと入るっていう感じですね。はい、残るは、はい、こちら図鑑ナンバー150ミュウツーですね。でミュウツーはこちら韓国だとミュッチュー、ミュッチューですね、ミュッチュー。はい、それではこちらも見ていきましょう。ミュウツーの見た目こんな感じになってます。はい、このね、なんかちょっと太かったり細い部分とかがあるこの尻尾とかね、めっちゃ綺麗ですね。はい、でこんな感じでこの、ね、3本の丸い指とかね、特徴的な部分ね、このね首からこうなんか刺さってるこれとかもね、はい、しっかり再現されております。結構可動もねあります、こんな感じで、うん、いろいろね動かしたりすることができるということで、このミュウツーはこちらマスターボールにね入れていきましょう。マスターボールもここ塗装でね、はい、塗装プリントで再現されております。入れていきましょう。まずは首を後ろに折り曲げます。はい、こんな感じで、そしたらこの体をそのまま後ろに折り曲げてあげて、はい、ここにスポッとね入ります。でこの尻尾をくるっと回転させて、このお腹の部分にこの部分を突き刺すと、はい、こんな感じになります。でそしたら足を、はい、このくるっとね180度回転させて、はい、こっち向きに、はい、グッとね持っていきます。はい、こうですね。でそしたらこの腕をこの足の間にこう挟み込んであげると、はい、反対側も腕をこの足の間に入れてあげると、はい、これでミュウツーが、はい、モンスターボールに入る状態となりました。ということでマスターボールに入れていきましょう。戻れミュウツー。はい、ということで、はい、これでミュウツーもねマスターボールに入れることができました。いや、ということでいかがだったでしょうか、今回のポケモンね、はい、チェンジングフィギュアでしたけれども、個人的にはね、この、あ、やば、出たかってないみたいです。はい、はい、ギャラドス、はい、と、あとこれ、はい、不思議花と、あとこれカメックス、この3体めちゃくちゃ良かったなと思います。綺麗にねこうやってまとまって、なんかおにぎりみたいですよね、うん、っていうのがめちゃくちゃ綺麗だなと思ったので、この3体めっちゃクオリティ高いなと思いました。はい、ということで今回のねこのポケモンのフィギュアいかがだったでしょうか。皆さんもね、このポケモン出してほしいとかねいうコメントあったらぜひコメントしてみてください。
ということで、今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。